ゃ楽しみなんだけどね。やばい。うわかっこよー。けー、はい、ということで試合会場の夜になりました。盛り上がりがすごいですね。マイアミのあの夜景とこの盛り上がってる人々とすごいです。というわけで早速入場していきましょう。今日はですね、ミルウォーキー・バックスとマイアミ・ヒートの一戦です。ミルウォーキー・バックスは現在52勝8敗でイーストもダントツでトップ。これめちゃめちゃすごい成績ですよね、普通に。そんな中マイアミもね、なかなかよく4位でつけてます。で今日はホームコートってこともあって熱い試合なのは間違いないね。でマイアミとしてはやっぱりバムがね、ヤニスをどこまで止められるかってところかな。いやー、来ましたよ。You guys enjoy life. Good night. Thank you. いきなり出迎えてくれるのがアメリカンエアザイリーとヒートの選手たちがね。ここがチームストアですね。ここはね、試合が終わってからゆっくり見学したいと思います。ハーフタイムとかね、もう見るからにすごいね。おお、今日はですね、レブロン時代のまあマイアミを応援してたけど、最近はねちょっとしばらく NBA からね、僕、まあ、チャルマーズで溜まってるんでまあ、ね、チャルマーズ知らない人も今いるぐらい。マティエとマイク・ガソルとパウロばかり、その頃はちゃんと見てたからね。で一時期ちょっとあれだよね、ロードエステートで浮気しました。ロードエステートで浮気しました。ロードエステートで浮気しました。浮気してね、ほのののかさんしてたもんね。はい、まあでも、はい、ちゃんとまあ NBA の愛はしっかりやって、八村君の試合にも今回もちゃんとついてきてもらってね、モザイクの彼は今日休業してるんで、本当にもうね。ということで、いくよ。やばいね。ウェイドもボスもニールもハードウェイか結局感なんだね。モーニングもいるから、もちろん。やばい、久々にこんな前だ。ここです、今日の俺らの席。やべえ、泣きそう。やばいな、ちゃん。ね、これね、実際見てるより近いんですよ、本当に。こんな感じ、カメラの目線、俺らの目線、こんな感じ。こんな感じ違うのよ、やっぱリアルで見ると。姉ちゃんやばいやばいやばい、近いヤニスの今日のマッシュがかっこいいという話で、ちょっと軍隊っぽい色してますね。これが一番好きな選手、チャルマーズ時代を感じるよ、チャルマーズ。今いない、アキレス腱切っちゃった。アキレス腱切っちゃったの。マジでね、シャドウマンの今日チャン、誰を好きになるかね。俺チャンみたいなさ、誰も一応今知らない状況で見るの楽しい。有名選手しかまだ知らないから。バトラーぐらいでしょ。バトラーとイグダラ、あとヤニスもね。 NBA をまあ久々に見る彼は誰が一番好きになるか、皆さん予想してみてください。フィーチャリング声でかいんでね。オッケー。もらいました。イエーイ。結構印象に残ってる選手がいますか？マイアミヒートの99番スイメついてますんで、まあ今はマイアミにいたんですけど、元マブスでね、ジェクターだったんで、まあうちが育てたので、はい。今日はこれが$35で、この帽子が$10。今日これが$10みたいです。これもアイテム増ゲームだね。このウェイドの帽子とかいいよね。確かにね、かわいい。ほっぺたが特徴的。いや、親知らず抜いた歯後のあれじゃねえよ。どれ？ラウンド2のああ、バトラーグッズがね、こんだけあるっつうのはちょっとバトラーファンにとってはたまんないですね。これバトラーの子供の頃のやつかな。いいね、なんかやっとホームを見つけたって感じですね、彼は。本当にかっこいい。気になってんな。ここはセールコーナーですね。レジの近くにあります。デカめのサイズが多いのでね、シャンいいんじゃないの。こう見えて186cmです。昨シーズンのドラギッチのねユニフォームも結構売ってますね。あ、バムもいるじゃん。バムいますね。めちゃめちゃ大行列でね、なかなかあっちの方行けないんですけど、あっちはなんかよくなんだろう、セレクションとかでも置いてあるような感じのが多かったね。これがバムの T シャツですね。これ結構かわいい。これが今季のマイアミのユニフォームですね。帽子コーナーも充実してますね。かっこいいね。すごいな、ウェイドのスタジャンみたいな。そしてはあ、かっこいいね。バックスになんと9敗目をつけました。ヤニスをね抑えられたのが鍵だと思います。どうだったか。やー、初めてヤニス・アデトクンポを目の前で見たんですけど、でかくて、素人でも他の選手とは違うなっていう、バックシュートしたので応援していきましょう。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。